るまで大地とアグモンを探そうよ。無理だ。一月半も探して手がかり一つないんだぞ。源内さんならきっと何か知ってますよ。源内さんを探しに行きましょうね、皆さん。どこにいるのかもわからないのにどうやって探すんだよ。それより早くお家に帰りたい。タケルには泣かれると困るから、私たちやっぱり大地を探しに行くからね。元気でね、トコモン。少なすぎる。太一さんのことだけじゃありません。紋章の秘密もきっとわかります。たとえそうだったとしても低い可能性にかけてみんなを振り回したくない。わかりました。じゃあ僕とテントボンだけで構いません。幸四郎、幸四郎君、止めてもダメなんだろう。きっと源内さんを見つけてきます。待てがついてます。心配せんといてください。じゃあ皆さんお元気で。じゃあまた後で。ジョー先輩、食料いっぱい見つけてきてね。ああ、ミミ君もくれぐれも道草を食わないようにね。さあタケル、俺たちも行こうか。遅いわね、ちょっとこまも。ジョー先輩、迷子になったのかしら。タケルとミミちゃんはもう寝た方がいい。俺が番をしてるから。心配するなって。ジョーのことだ、ひょっこり帰ってくるよ。ミミ、わがまま言わないの。もう嫌、ずっと歩いても砂漠ばっかり。さっきオアシスを出たばかりだろ。私オアシスに戻る。それでどうするの？ずっとオアシスで暮らすの？それは後で考える。私引き返すわ。ミミ、置いてかないでよ。僕らだけになっちゃったね。行こうタケル、もう少し歩けばきっと砂漠から抜けられるさ。おい、みんなどこにいるんだ。おーい、みんなどこ行ったんだろうね。デジバイスが何かに反応してる。あっちの方に反応してるね。みんな向こうにいるんだよ、きっと。ともかく反応する方へ行ってみよう。
強い。近いぞ。トコモンだ。トコモン、しっかりしろ。大丈夫か？大輝、アブモン、生きてたの？ああ、もちろんだよ。それより、敵にやられたの？トコモン。そうじゃなくて、お腹が空いて疲れてるだけ。タケルは、他のみんなは？タケルは、ピコデベモンと一緒。ピコデビモン？なんだそれ。ピコデビモンは、最初からわかるように話してくれ。あれからみんながどうなったのか。うん。ねえお兄ちゃん、みんなどこに行ったんだろうね。心配いらない。あいつらはあいつらでやっていけるさ。デビモンやエテモンみたいな敵はもういないみたいですさ。お兄ちゃん、やっぱり戻ろう。戻って大地さんを探そう。もう諦めろ。でも、悪かった、泣くなよ。大地とアグモンはきっとどこかで元気にしてるよ。生きてるよね、大地さん。エルサ。あれ、ひょっとして遊園地？ちょっと様子を見てくるよ。大丈夫、僕待ってる。偉いぞタケル。でも早く帰ってきてね。ああ、様子を見るだけ。 2,3 時間ってところかな。すぐに帰るさ。トコモンはしっかりタケルを守るんだよ。うん。君に会いたくないってさ。君のことが大大大嫌いで、もう君とは兄弟でいたくないって。嘘。タケル、泣かないで。うん、ヤマトは君の泣き虫なところも大嫌いだってさ。僕だってお兄ちゃんのことなんか嫌いだ。大和はね、あんなこと言わないってば。タケルの嘘言わないでよ。嘘？何が嘘なんだ。証拠があるなら見せてごらん。そんなのないけど。そういうのを名誉毀損って言うんだよ。裁判も起こせるんだ。やってみるかい？うん。うわ！何するんだトコモン。タケル、トコモンを責めないで。タケルと僕の中に嫉妬しただけさ。トコモン、ピコデビモンに謝るんだ。や
出ていく。あ、そう。じゃあ出てったら？本当に出ていくよ。いいよ。あ、そうだ。敵もいないんだし、これもいらない。あー、行こう、ピコデビも。それでドコモンが一人ぼっちになってたの。ヤマトも心配だが、まずはタケルだな。タケルのいる遊園地に案内してくれ。ほら、タケル、何でも乗り放題だよ。楽しいね。あんまり。ねえタケル、もしかしてまだトコモンのこと気にしてるの？どうでもいいよ、あんなやつ。でも、一人でやってけるのかな。やっぱりトコモンのことが忘れられないのか。なんとかしないと。いや、やっぱりどうでもいい。ああ、タケル、僕ちょっと用事を思い出した。すぐ戻るから。イヒヒ。あ、タケルがいたよ。ほんとだ。おい、タケル。ドコモンも戻ってきたの？うん。分かってくれたんだね。自分が悪いことしたって。悪いことなんてしてないもん。まあまあ、今は内輪もめなんかしてる場合じゃない。ヤマトたちを探しに行こう。やだ。どうして？みんな僕を置いていった。ソラさんも、最後はお兄ちゃんまで。みんな僕が嫌いなんだ。すぐ泣くから、子供だから。ピコデビモンがなんて言ったか知らないけど、ヤマトが嫌うはずないさ。僕が大地さんのことばかり気にするから、それで嫌いになったんだ。はあ？ねえ、僕を大地さんの弟にして。それはちょっとな。いや、トコモン、元気だった？いや、お前に聞きたいことがある。なんですか、あなたたち。俺は太一、こいつはアグモン。いや、ヤマトがなんて言ったって？もうタケルと一緒にいたくないって。
そう言ってました。本当か？嘘は言いません。ヤマトのところに案内してくれないか？ちょっと遠いですよ。遠くても構わない。そうですか。ああそうだ、その前にご飯にしませんか？食べたい。そうするか。さ、おいしいキノコです。どうぞ。これは忘れキノコ。一口食べれば過去の記憶をすべて忘れるのさ。わあ、おいしそう。アグモ、お前の炎で焼いてくれよ。ちょっと待って、トイレに行ってくる。なんだよ、早くしてくれよ。ん？こんなところにも同じキノコ。このキノコ本当に食えるのかな？食べちゃダメ。そのキノコを食べると今までの記憶を全部失うの。だ、誰？おかしいな。でも今の話が本当だとしたら、うわあ大変だ。アグモン、待ちきれなくてもう焚き火で焼いちゃったよ。そのキノコ食べちゃダメ。慌てるなって、お前の分はちゃんと残してあるんだから。ダメ。なんだよ。あれが食え。世界に戻る前にこっちの世界の歪みを何とかしなきゃならない。
だからみんなの力を合わせなきゃ。タケルの力もだ。僕頑張るよ。その意気だ。じゃあ他のみんなを探しに行こう。